改めまして私青森県の弘前市にある東義塾高等学校で情報の共有をしております井上かなめと申します。私も本を3冊ぐらい強調で出していましてもしよかったらどこかで立ち読みしていただければと思います。 で、いろいろノートのですね、いろいろ認定ティーチャーとかあの、シンキングツールアドバイザーとか、授業デザイントレーナーとか、あの、そういうような資格もこう取りながらですね、他のアプリもだいぶいろんなのをこう取り入れて、学校ではこう実施していますので、いっぱいちょっとバッチがありますけれども、でまた真ん中のところもですね、テラ先生に習って、私も Facebook の,の QR コードを置いたので、もしよかったら、あの、 あの申請お願いします、はい、でまず最初にですね私たちの陶器塾の,あの環境がですねどういうような状態なのかっていうのを少しお話ししてからですねスタートしたいと思います。あの2016年の時からですねあの、まあ、なんとか ICT 化に向けて学校全体で、まあ、やっていこうかというような話をこうし始めたんですけれども、まあ、その時に、まあ、寺先生の方にも話し合ったように 教員の方が先に触らないとダメだよねっていう部分は私も思っていてで、私、2013年から2020年まであの教務部長をやってた関係もあって、あのー、もうこの2016年の時にクラッシュ入れて全員先生方はタブレットを持って、えー、出席簿は全部もうタブレットでやろうということで、紙の出席簿をバイバイということを提案して、なんとか職員会議で通ってですね、 それを2016年からやり始めたんですね。ですから、クラシエはどちらかというと、公務支援であの導入したっていうような形で、クラシエ問題をどんどんどんとか言うわけではなくてですね、出席簿をちゃんとつけて、3年後にはあ、のー ヨーロやあの調査書ただまあ、クラシーの方でも問題出せるのでやってたんですが、やっぱり一方通行で、双方向でできるものないかなっていうのを探したときに、いろいろノートがですね、非常にこう、軽快で、あの、 クラッシュちょっとやっぱり重いんですね、読み込みに。で、ですから、生徒の,の b i o d でやってた時に、最初、何も Wi-Fi もない環境でやったりしてたので、だいぶ子供たちに迷惑かけたので、まあ、軽く使えて、あと Wi-Fi もちょっとずつあの校舎内に入れていくっていうような形で、まあ、そうすると、できるだけ軽いあのデータ通信量でやれるロイルノートがいいで。直接書き込める。まあ、そういうのがですね、非常にいいな、ということで、ロイルノートを導入し始めて、2018年度からはもう、前回 Wi-Fi に しても完全にあのルールノートでやっていくとくっていうことでスタートしてきました。で、やっぱりあの最初 windows の pc も入れた時期もあったんですが、やっぱり ipad の方が使い勝手が良くて、今はあの kddi のセルラーモデルの ipad を入れていて、まあ、これはもう授業料込みであのなので3年間貸与で卒業と同時に贈与っていう形で私たちはやっています。で、google のワークスペースも2020年。 からこう入れ始めていてい、まあ、いろんなアプリをで、すねいいいとこ取りでやってるののが私たちの学校です、はい、でまあ、教科書なんですけれども、今日、まあ、情報1っていうことで、私はもう、この、あの、実況出版の Python を選んで、まあ、やることになりました。で、まあ、ここで、皆さん資料も、あの、手元にあると思うんですけれども、私、ここにですね、ウェブカードで、あの、資料をだいぶ作ってますので、ここに虫眼鏡あったらですね、押せば、そのページに飛ぶような形になってますので、まあ、私の話も聞きながら、手元にあるなら、 してみてですね。先に進んでもらえればと思います。で、まあそうなった時にまあ、教科書のですね。えっ、ー、と1章から6章まであります。けれどもまあ、それプラス。私はあの情報倫理ハンドブック。 というノア出版のですね、えー、ところからあのスタートしようと思っています、まあ、こちらなんですけれども、あのーまあ、空教材としてですね、まあ、350円前後ぐらいで変えて、60ページぐらいなんですが、ものすごく内容が良くて、で毎年中身も変わるので、でまあ、これを最初に、まあ、やっぱりどうしても、あのー、テル先生のところの説明あったように、まあ、iPad でいろんなことをやらかしますので、まあ、最初にですね、その、情報リテラシーや女流倫理のところを、あのー 基地あの、確認してからですね、先に進みたいということで、教科書入る前にまずこれを先にやってから私はやって。 って言いましたでまあ私情報の教員になって4年目なんですけれどもそれまでは16年間の生物の教員だったので、まああのまあ、趣味がこうパソコンの組み立てとかだったのでどっかで情報の先生になりたいなと思っていたら4年前にそういうチャンスがやってきてというあの経歴なんですけれどもでまあその情報モラルの勉強してそれで終わりっていうのもあれなので、まあ、私もこの IPA のですねあの広げよう情報モラルセキュリティコンクールですねあの寺先生ポスター部門でしたけども私 兵庫部門であの言葉であの、まあ、発表すあの自分の。 思いをですね、考えをアウトプットすると。どういうところが危ないのか、どういうところを気をつけた方がいいのかっていうのを、アウトプットしたものをコンクールに出して、まあ、もし賞を取れればラッキーだよねっていうことで,で、実は、あの、青森県のですね、ところで、うちの学校の生徒が、あの、この兵庫部門で、あの、賞をもらえてですね、もう実際にこれ取り組んでですね、形にもなって、非常に良かったなっていうふうに思っています。これも、あの、ウェブカードになってるので、押していただければ、このトップページにつながるようになります。 で、まあ、次教科書の方に入るんですけれども、まあ、全てですねあの私課題提出っていうのがこう必ず入ってくるんですけれども、まあ、そこの部分についてもですね説明していきますが、まあ、最初情報倫理ハンドブックやるって言ってるけれどもこの分担表がまあ生徒たちに配ってるんですよねですから正直一斉で何ページ開いてっていう風な形で私説明していくんじゃなくて。 実はハンドブックのページ、これあの各クラス大体36人ぐらいいるので、出席番号で1番の子は4ページと5ページをまとめなさい。2番の子は6番、六ページ、7ページ。3番は8ページのところをまとめなさいというふうに分担させてるんですよね。ですから実はその教科書の方も、あの、私自分でその1章2章見たらですね、読んで、あの、大体こういうような題名で教科書をもとにインターネットも駆使して調べてくださいというような形でも、最初からこう 課題をあの渡してですねこれは1番から36番で、まあ、課題が21なので、まあ、22番からはこう同じものを作ることになりますけれども、まあ、こういうような形で、まあ、どの教科書、教科書の何ページ見ればいいか、場合によってはネットでしかできない場合ももちろんあるんですけれども、まあ、こういうような形でですねあの、やらせるっていうのをしています。ですから、まあ、あのそれでどうなのかっていう部分でいろいろあると思いますが、私も今、準備編っていうことなので、 6章までとりあえず準備したので、まあ、これももしよかったら、どうぞご活用いただければと思うんですが、まあ、打ち直すのとかも大変だと思うので、使う、そ同じ教科書を使う人は、そのままコピペで使ってもらえればいいと思うんですが、で、まあ、これ、最初のです、ね、情報倫理ハンドブックのいろいろノートでの,そのまとめたカードの、ね、提出してもらったボックスで、でまあ、これ、去年の子たちっていうか、今、ちょうど次、新2年になる子たちなんですけれども。 もう2回目の授業の時にはもうカードインカードはもうお手の物ので。 で、もイラスト屋からも、あの、そのままですね、iPad で2画面にして、で、片方からですね、そのまま長押ししたら、もうドラッグアウトドロップでどんどん貼り付けられるので、まあ、そういうような形で、も表紙もちょっと、あのー、なんだ、自分の伝えたいと思っているあの、えー、入れてみてねっていうふうに入れる、言うと、結構、まあ、入れてくれますで、ここで見てほしいんですが、もうあれなんですよね、4月の18っていうことなので、私、高校1年生に情報を教えてるんですけれども、もう、 あの始まって2回目ぐらいの授業の時には、もうこういうようなことが簡単に、せずたちができちゃって、でまあ、これができるのがやっぱり、ロイロノートのいいところで、もう本当に直感的にです,、ね、すぐ使えるようになるっていうのが、やっぱりロイロノートだと思うんですよね。で、あのここでですね、あの10分の1とか9分の1とかありますので、これはもうあのカードが9枚あるとか10枚あるとかいうようなことなので、まあ、大体10枚前後ぐらいで出して,って、まあ、7枚以上あるといいなみたいな感じで。 あの、話して、みんな守ってですね、こう頑張って作って出してくれてるということなんですね。ですから、まあ、こういうふうに、以前だったら、あの、何か紙で回収したとかしてたのを全部そのままですね。あの、デジタルで残せるっていうのは、すごくいいなというふうに思っています。で、あの、またですね、あの、これをこう、以前は発表させてたんですが、まあやっぱりコロナ禍で、対面で生徒たちがこう発するのを控えてほしいとかいうのがあって。 なのでじゃあどうするのかっていった時にあの実はですねこ,ここに生徒間通信っていうのがこうあるので、まあ、これで前後のです、ね、友達のところをこう見てあげてですねで、えー、いいところと改善点とかをカード送ってあげるっていうようなことをこうお互いにやり取りすることであの、まあ、その発表に変えるで友達のもよく読み込むっていうようなことをこうやったりしてました。 少しお見せしますが、まあ、こういうような感じで、ですねあの2進数と10進数のところを自分なりにこうやってまとめて、ですねあのカードを作ってこう出してくれてます。ですから、手書きの部分も含めながら、ですねあのその子その子に合わせたですねあの作り方でこう作ってこう出してくれてます。こういうのも、ロイロノートだからも簡単にこうできてしまうなっていうのはすごく感じません、ね。ですからまあ 他のところの、もうこれうまく表現できないと思えば、まあネットにあるものをそのままこう持ってきたりすることもできますし、まあそういうような形でですね、まあカード出してもらって、これはまあ次の別の単元のところですけれども、やはりこんな感じで出してもらってるんですね。で、じゃあ私は何してるのかっていうことなんですけれども、あの、みんながそれぞれ作ってる時に調べてもわからないものは、あの、聞いてくださいっていうことで、私、 作る担当の人に個別で教えてあげますからっていうことでもうずっと機関巡視でぐる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 教室回ってるんですよね。で、先生ってこれちょっとわからないんだけどって言ったらもうそれをその子に説明してあげて私が説明して理解したことをカードに折り込んでカード作ってっていうような感じのことをこうしてやるので、まあ、一斉でこう全体にこうやって まあ聞く子は聞くし聞かない子は聞かないという状態でしたけれどもまあみんなが自分を作らなきゃいけないので,で場合によっては自分が作らないとそこの部分担当なくなっちゃうとそこの部分がなくなっちゃうということもあるのでみんな結構一生懸命やってくれてであのもう要するに聞いてなかった子でも自分の作ったカードの単元のところだけは記憶に残るんですよねでまた前後の子たちにコメントを送るってことはそこでもすごく記憶に残ってでテストもその以前一斉でやって たとと今とあのどう違うかというと実は一斉で私が授業をやってった時よりもほぼテスト問題の内容同じなのに今の方が点数いいんですよだから多分生徒たちにとってはその自分でやる時間が長くなればなるほどどんどんいろいろ考えたり吸収することがそのいろんなその私からの一斉の固まった伝え方ではなくて自分の中でのその吸収の仕方っていうのがあってどんどんあのー。 うまく理解していってるのかなっていうふうに感じています。ですから、この方法でやると非常に教科書進むのがこう早くできてですね、あの、どんどん実習に時間を取ることがこうできるようになって、また実習やることによって、あ、これってこういうことだったのかなとか、いうことでさらに記憶の定着になるかなと。ただまあ、あの、教科書の消末問題とかは、あの、まあ、ロイルにもテストカードあるんですが、あの、Google の えー、フォームでですね、あの、こういうような形でフィードバック付きでやって、えー、問題解くとですね、すぐ点数が分かりますので、まあ、こういうのをクラスルームで管理しながら、まあ,あ、小テストを時々、あの、やったりしてですね、まあ、一応、 最低限の記憶の定着みたいなのもしています。でまた、あの、この一、二章のところでは、まあ、情報リテラシーのところですから、フェイクニュース考えるっていう部分で、また、あのお、問題解決の考え方とかをやらなければいけない単元なので、そうすると自分の考えを可視化して、こう、まとめるっていうことをしていかなきゃいけないので、で、このロイドノートには、その思考の可視化のためのシンキングツールも,も全て揃ってるような感じなので、これを利用しない手がないので、私はその、これ これ大体1年生の6月ぐらいにやるんですがこの時に問題解決の考え方っていうのをシンキングツールで慣れさせてそうすれば残りの2年半にどんどんいろんなことを解決する時にはじゃあこのカードを使って整理していけばいいのかなっていうふうに生徒がこうなるように。 あのこれを導入してるんですけれども、たくさんのカードありますが、私のこのフェイクニュースは、えー、桃太郎のですね、あのフェイクニュースを作るっていうようなことの事業なんですけれども、まあ、ウェビング、ダイヤモンドランキングで、でキャンディーチャート、ワイチャート、PMI でデータチャート。で、このカードにあるように、プロット図っていうことで、7枚のカードを生徒がこう理解できるような事業にしていますので、まあ、これを通してですね、その問題解決の方も、生徒たちが自分 でこう自力ででやれるよううな形でこうしていますで今日はですねあのいろんなこんなことをやってますということを伝えるような形にしようと思っているので中の方はだいぶはしょってますのであの後でじっくり見ていただければと思います。でこちらの方のいろいろのですねあの、えー、実践報告の方にも、えー、出してますので。 まあ、これもあの虫眼鏡のところを押してもらえればつながると思います。で、その後ろの方もですね、生徒の提出がどんな感じなのかっていうのも名前を伏せて出しますから、こちらの方も参考にしてもらえればと思います。で、えーまあ、その問題解決の部分について、まあ、考えるときに SDGs もやはりいい材料なので、まあ、これもじゃあコンテストに向けてちょっと考えようよっていうときに、やっぱりいろいろノートのシンキングツールの情報分析チャートが生きてくるなと。でですからまあここで であの事実伝文で問題点解決策っていうような形で分けてこう作らせるんですけれども、まあ、統計データなんかもインターネットで調べていっぱい出てきますがそれも指の長押しでそのままドラッグドロップでポンポンはめ込むことができるので実際に事実でどんなことが起きてるのかっていうのをそのグラフとかでも文字であのまとめるよりもまずはその見える ところからまとめさせてやると、生徒たちも割と最終的にですね問題点とか解決策とかもこう書きやすくなるなと思いますので、まあ、こういうようなので、えー、情報分析チャートでこう集めて、ですねでそれを元にして、ですね今度はあのーまあ、コンテストに出ようということで、アウトプットの仕方は、もちろんロイルもあるけれども、他のアプリもあるので、たくさんのアプリにこう慣れて卒業後、 あのどのアプリにこう仕事で使わなければいけないっていう風になるか分からないので、すべてのアプリ使えるだけ使って慣れようっていう風に私たちの学校では思ってますので、アドビの方もやってみようかということで、まあ、これも押していただければですね、こんな感じで SDGs で作ったあのページ、去年ですね、あります。でその中の14なんかですね、まあ、こういうポスター。 も作ってまあアドビのいいところはこういうですねあの写真があの無料で使えるっていうのがあるので,で例えばこれも一つだけちょっと再生してみますが音流れてますかね、うん、入れてますはい という感じで、20秒で終わるんですけれども、あれもですね、先ほどの,あの、ここのまとめたところの自分のその文章とかを要約して、ペタペタって貼り付けて、そうするともう勝手にですね、あの選んだ写真に合わせた音楽が勝手に入って、切り替わりとかも自動で全部あの AI がやってくれるので、まああいうアウトプットの仕方もありだなっていうのも、 あるのやっぱり情報なのでいろんなものをっていうことでその紹介でした。で、もうすでに新しい教科書だとあの以前の社会の情報では HTML&CSS なんかは5章の最後のところに出てきたのがもう2章のところでこう出てくるので、まあ、そうするとですねここで HTML をやるのかっていうふうになった時に、まあ、私ずっとこのプロゲート4年使ってたんですがこのプロゲートがすごくいいのはあの自分で打ったコードと 答えのコードをこう比較することができて、例えば私、わざとこのプロゲートの L と R のところですね間違えてやると、こうやってハイライトされて、自分のところ、こうやって L だけど、本当の正解は R ですよみたいな、こういうのがこうやってくれるのがプロゲートなので、こういうのもあの無料で、登録さえすれば無料でできるので、こういうのもありなのかなと思ってます。で、今度、3種のデジタル化行った時にえときに、私ですね、この 二進数と十進数のこう変換の考え方がなかなかこう生徒たち追いつかない部分があるので、これちょっとこう皆さんにあのカードを送りますので、えっと、実際にですね、ちょっと私のと見ながらですね、やってもらえればと思います。例えばですね、178っていう十進法のその数字を二進数で直したいといったときに、ここにあの2の難乗っていうのを全部 置いていますので、まあ、178であるなら、ここに178って打っちゃって、そうすれば、178から128を引けば50ですよね。ただ、50は今度どこに置けるのかって言ったら、ここですよね。50。50-32で18。18。 18から16を引いたら2なので2はここで0になるなって、なくなるなって。そうすればこの数字の置いてあるところに1を置いていけばいいんですよね。1をこういうふうに置いていって。で、ないところは0を置けばいいので、まあ、こういうようなあのカードを用意しておけば、生徒たちも自分でこう暗算しながら計算すると、じゃあ、受信法で178は2信法だと10110010 10だなと。 いうのがもうすぐできるので、こういうような手で動かして、えー、理解するのと、まあ計算で、えー、やっていくのと、こう合わせてやれればいいのかなというふうに思っています。で、えっ、ー、とこれをですね、あのまあこれも次のシートに置きましたけれども、まあこれいろんなあのサイトがあるのでいいと思いますけれども、ここで178八っていうふうに押して変換するとですね、二進数は 10110010、えー、ロ10ということで先ほどやったのと同じ数字になったかと思います。はい、まあこういうような時にもいろいろな音使えるとうですね。あとはこれは、えー、とカラー化の部分なんですけれども、まあ、これなんでこんなカラーで見えてるんだろうと思うかもしれませんが、これちょっとまあ有料ですけれども、アドビのフォトショップで AI でカラー化ができるんですね。ですから、まあ、あの情報でカラーの話、色の話もしますけれども、 まあそこの部分であの白黒の中にも濃淡があるのでそれであの色をです、ね、判別するっていうことがもう今できるようになってきてるのでそういうのも、まあ、興味関心をですねあのその授業の教科書の中にある RGB とかいうそういう部分だけでなくてです、ね、こう刺激を与えるためにこういうのもどうだろうと例えばこれはうちの学校のですね1876年明治69年の,です、ね、あの写真なんですけれどもこれがもともとの本物の 白黒の写真なんですが、あの、実は、まあ、あの、ここに写ってるジョン・イングっていうのは、あの、宣教師で、えー、この方がですね、あの、リンゴの苗木を青森県に持ってきて、青森県リンゴって今言われてますけれども、実はうちの学校の宣教師が持ってきたところからスタートなんですね。あの、うちも次、あの、2022年で150周年になる学校です。はい。で、例えば、これ、カラー化するとこういうような感じで、うわ、結構色、 ついてきてたんだなっていうのもわかるし、例えばこの対象の写真ですけれども、まあ、こういうような形の式典で集合してて、特にこの上の方を見てほしいんですが、まあ、上の方なんかもこんな感じでこう綺麗に写ってですね、4月ですからもう雪残ってるのかなって。ただやっぱりもう AI でやってるので、密集してるとかうまくいかないので、こういうのは補正しなきゃいけないなっていうのはちょっと考えてます。まあ、日光の昭和2年ですけれども、日光のこういう集合写真もですね、カラー化すると、こんな感じで鮮やく にこう出てきてきででですすねで文章では書いてあるんですよ昭和2年の頃は義塾の制服は夏服は白だって書いてあるんですけどもこ,のこれであまさに白なんだなっていうのは本当に分かってですね先生とかはもう色ついてるのがこれでわかるので、まあ、こういうようなのも取り入れた事業とかをこう考えて、まあ、さっきの日光のもうこれは今のホームページですけれどももうもろそのままですよね。はい でネットワークの方もですね、いろいろと勉強する中で、やっぱり実習をということで、ランケーブルですね、あの、作るのを、こう、普段、あの、やっています。で、今回、今日の講習会があるということで、私、 自分の手先で作ったやつ動画作りましたので、もし、あの、うちでもやってみようっていうところがあれば、この動画使っていただいて構いませんので、あの、無音声で、あの、指しか映ってないので、皆さん使っていただければと思います。もうこのランケーブルもですね、本当にこ,この工具だけでもう作れちゃうので、ケーブルとプラグとカシメ工具と、あとはテスターだけあれば、もうそれで、ね、作れちゃいますからですね。あとは、あの、この、あれですね、えー、まあ、ここのところが一番問題、 私も頭に悩ましてて、今日準備編ということで、こう、さらっと終わる感じで申し訳ないんですが、まあ、もちろん課題提出は、あの、先ほどの,あの提示したような形で、 あの生徒たちに作らせて出させる予定なんですが、まあ、実際にじゃあ、そのデータの収集と整理のところで、何かこう練習っていう部分を考えたときには、やっぱり今の段階だと、統計検定なんかが、ちょっとそれに近い部分があるので、まあ、これの39、49とかをですね、ちょっとやりながら、今後もその国の,あの発表の内容を聞いて、ですねこう少しずつ修正しながら、事業をですね、組み立てていきたいなというふうに思っています。 あとプログラミングの方ですけれどもプログラミングもま,あまだギガがですねあの小中学校ももう何年もっていうわけではないのであの高校1年生で初めてあの触るっていう子もまだまだいっぱいいると思うので、まあ、ビジュアルプログラミングと普通のプログラミングといろんな種類あるので まあ、いろんなのを、あの、その学校に合わせて使ってみるといいんじゃないかなと思って。で、まあ、ブロックリーゲームズ、これ Google なんですけれども、こういうような形で、まあ、最初の導入のパズルから迷路とかあってですね、例えば、ここにいる人形ゴールまでしなさいっていう風にやったら、まあ、まっすぐ進む。まっすぐ進んだら左を向かせないとダメだな。だたらまたまっすぐ進む。で、今度は右を向く。で、これを繰り返せばいいんだっていうことで、えー、順次処理と繰り返しの ね、えっ、ー、と、セットをやることで、まあ、こうやって人形動きますので、失敗するとどんどんって言って、えー、うまくいかないんですよ。で、またこれで合格するとですね、ここで JavaScript の,の命令文がですね、ちゃんと表示されるので、まあ、ビジュアルプログラミングでもあるし、まあ、そういう言語の方もですね、ちょっと触れることができるので、このブロックリーゲームズでもいいのかなって思っていて、私のところもあの短い時間ですが、セットたちに。 やらしてます。でまた、ムーンブロックもですね、これゲーム作成に特化しているので、まあ、これもウェブカードにしているので、あの押してもらえれば行きますけれども、まあ、ここもですね、ちょっと音大きく出ちゃうかもしれませんが、すいません。こんな感じです、ね、熊谷のリンゴ狩りゲームっていう感じで、こういうようなのも、これぐらいのですねあの、ブロックの組み合わせでもすぐゲームが作れちゃうので、まあ、こういうのも政党の,のプログラミング、いきなりあの方々、 打つっていうのが苦手だっていうんであれば、これもいいんじゃないかなと。で、まあ、先ほどのプロゲートはですね、あの比較ができるので、まあ、例えば宿題にしても生徒1人で iPad でももちろんできますし、これはブラウザーがあれば何でもできますので、これもいいんじゃないかなと。あとは Google のコラボラトリーですね。これは管理コンソールでオンになってないと、ちょっとできない機能なんですが、これはもう自由技術なので、えー、とこちらからですね、また進めていただけるとですね、 こんな感じで、えっ、ー、と、Python ですけれども、打っていけばですね、すぐプログラム。これ、あの、あれですね、えっ、ー、と、じゃんけんのやつ私つ作ったんですけれども、まあ、これで今、採用意込みして、グーが0、チョキが1、パーが2っていうことなんで、私ちょっとじゃあ、グー出してみますけど、はい、あラッキーですね、コンピューターチョキだったんで、私カチッって出ましたけども、こういうのも、これぐらいの言語で、こういうじゃんけんのものもできますので、まあ、ちょっと、 あの、えー、ビジュアルプログラミングじゃなくて、えー、言語打ちながら Python もやっていきたいっていうんであれば、このコラボラトリーなんかがいいのかなというふうに思っています。でまあ、ここにどんな感じなのかっていう、えーまああの、紹介のブログとかですけれども、あとは、まあ、これは有料になりますけれども、まあ、さっきのコラボラトリーもムーンブロックも全部無料です。でこの,あのマインクラフトはまあ有料になります。年間1人、えー、600円ぐらいですけれども、 まあこれはもう生徒たちもゲームでやってるのでよく分かってるんですよね。で、実はマインクラフトには、あのそういうコードビルダーとかがあって、こう言語を打てるのもあるんですよ。で、まあどう、どういうふうにじゃあ私は取り入れたかっていうと、 青森県には津軽地方に伝わる伝統芸能で小銀刺しっていうのがあって、その模様をちょっと合わせてみようかなと。これが小銀刺しの模様で、これを見てたらですね、これもしかしたらマインクラフトでいけるんじゃないかっていうふうに思い始めたんですよで、マインクラフトでやるときに、まあ最初はこう簡単な、えー、カチャラズとか石畳とかですね、まあこういうので、で、このマインクラフトの画面ですけど、コードビルダーでまあこういうふうに、これ JavaScript で打つこともできるし、隣を クリックすれば、あの、ビジュアルプログラミングでもプログラミングできますので、で何をしたいのかっていうと、これですよね。はい。あの、建築みたいな感じでブロックを積み上げていって、あの、小銀刺しの模様を作ると。だから、まあ、これなんかが、 家庭科でちゃんと指しますので、そこの時の模様と、じゃあそれをじゃあこういう感じでブロックで積み上げてみよっか、みたいな感じで、あの情報とコラボして、強化横断型でやることも可能なのかなというふうに思っています。あとはですね、これ3月1日に Google が発表した、スクラッチフォー CS ファーストっていうですね、えー、ビジュアルプログラミングのものがですね、あの、出ました。で、こちらですね、あの、 日本語版が出て、これももちろん無料なんですが、これも管理コンソールでオンにしないとできないんですけれども、スクラッチなんですよね。でもすでに最初の時に、このハリモグラファンがですねいて、ハリネズミいてあの、この紫のやつがですね、最初から置いてありますけれども、まあ、もうこれ押すとですね、ここを順次処理でやってきます。だから言葉を言って、 一秒どっかの場所に、でもう一回押せばですね、また同じことを繰り返しして、また動きますけれども、こういうようなのがもうすでにセットされているので、あの、まあ、こういうようなのからですね、あの、入ってもいいのかな、というような感じですね。はい。ということで、あの、私今日ですね、あの、いろんな あの、アプリ含めてですね、いろいろノートでやり取りしていることが、あの、中心なんですけれども、まあ、情報はどうしてもいろんなものをこう取り入れてやらなければいけない部分があるので、まあ今日はこんなのもあるよ、あんなものあるよっていうことで、皆さんの学校の中で、ちょっとでも、あの、何かこうヒントになって、あ、これならやれそうかなとか、あ、これいいかもっていうようなのが一つでも見つかればいいなと思って、こう、とにかくもう私のバックヤードを全て見せるっていうような感じでしたので、まあ、 ここ今日紹介したやつのほとんどはもう去年までにほとんど授業で取り入れてます。要するに、あの、教科書の中をロイロノートで課題で出す、あの、まとめて出すっていうことをしてるので、すごく時間が短縮されてるので、もうこういう今見せたような実習ばっかりをこう入れるような形の授業がこうできてるということになります。はい。ということで、これで終わります。先生ありがとうございました。